さあ、ロースタバクへやってまいりました。皆様、こんにちは。私、ソルトです。これ、落ちたらどうなるんだろう。海だ、海。海入れた。すいません、上戻れます、これ。なんか鳥いた？あ、なんかいんねえ。ほら。あ、なんでお前らバトルできねえの？なにこれ？なにこれ？クズも！うわぁ！レベル高え！あ、悪だ悪だ！しまった！水の波動を感じろ。やべ、うわ、うちの最大戦力が。オッケー、なにこいつ、ミガルーサ、うわ、たっけー。とりあえず翼で撃つ。筋切り悪かな。身を削る。おお、骨になった。で、防御力がめちゃくちゃ下がったりするのかな。あ、なるほどね。うわ、ダメージ入んね。エスパー、バボー、やばい。オッケー、よかった。お、ネオラントいいんじゃん。オッケー、センキュー。オッケー、頼む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 、オッケー。おお、めっちゃおる。ビョーン。かわいい。あ、ぶつかった。待ってくれ。大回転。テラ翼で撃つ、行こう。テラ翼で撃つ。今一つかい。あー、クソが。ガッデム。知ってしまった。逃げよっか、逃げよっか、ミンゴス。オッケー、上がれる、よかった。なんかいい雰囲気のお店、場所じゃん。喋れるわけじゃねえな、これ。何、夜になると何もねえな。
いい雰囲気の店じゃん。場所じゃん。お、デリバードある、デリバード。ビーチに行こう。とりあえずポケセン行こう。あのこいつ。ああ、あの豚か。食いついた？これ食いついた？あ、ないね。パピュートンって言うんだ。あれノーマルだったもんな。二度蹴り。あー、ごめんなさーい。取れない匂い。あ、なるほどね。なんか向こうにもパピュートンいいじゃん。これパピュートンだよな。オッケー、一発で捕まるとやっぱ気分がいいわ。オッケー、偉い。偉いぞ。何あれ、チラミ？あ、メタモン？メタモン？え、メタモン？どこら辺が？あ、そんな感じなんだ。変身するでしょ。あ、そこもう一回いけるね。オッケー、捕獲しよう。翼で撃つ。帰るんじゃないかな。無理でした。オッケー、メタモンがクソすぎる。オッケー、素晴らしい。オッケー、え、ラルトス、ラルトス、あ、ヒルリアだ、すまん。しっぺ返し死ぬよな。いや、いや、大丈夫、大丈夫。オッケー、オッケー。翼で撃つかな。え、死んじゃった。キュー、おー、そりゃねえよ。メタモンロトムでしょ。あ、ロトムじゃん。え、本物のロトム、もしかして。モノホンですか？お、本物だ。やっ。手返しでも生き残りそうだな。エアコイル攻撃力低いから。いける、いける。おー、素晴らしい。オッケー。あ、やっちゃった。待って、混乱、混乱して、混乱してて、混乱で、混乱でお願いします。あー、やった、やった、お前。やった、お前。オッケー、よかった。ケタロスさん、どうしたんですか、そんな真っ黒になっちゃって。あれ、抜群じゃない。オッケー、オッケー、お前だよ。え？
あ、これ光ってたやつか。広げり。おー、飽きんなよ。翼で撃つ。いやー、やられた。おい、マジグラードン塩漬けタイプ何なんだろう。何塩漬けって。あ、毎ターン HP 吸い取られるんだ。グラードンチェンジだ。ジオズム、あれべ。いや、あ、そうだ、ペガイシ。これでようやく捕まえれますよと。なんでい、出た塩漬け。タイプ何なんだろうな、塩漬けって。ほら、捕まってくれてもいいんじゃないですか。ジオズムちゃん、ジオズムちゃん、オッケー。あれ、ウォーグリーンじゃん。た、レベル高え。レベル高え。これきついな。うえー、死んじゃった。無理だ。さすがに勝てねえや。アルキア、みんなの思いを託して。頼む頼む、スーパーボール。ああ、無理だ、やられた。強すぎる。あ、残った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 、いけるいける、最後のスーパーボールだ。おっしゃー、おっしゃー、すげー、アルキア強すぎる。ミンゴスの圧倒的強者感半端なくないですか。目玉一発、気持ち悪いな。うん、オッケー、やろうぜ。てめえだよ。格闘タイプなんだね、確か。ドーパーンツ。あ、読んだ。やろうぜ、翼で撃つ。さあ、俺の耐久力舐めてもらっちゃ困るぜ。プラス上がるんだよな。
春休み聞くかな。向こうの方が早いよな。奪い下げとけよかったかな。レアコイル頼む。いやカッターで行こう。食らわねえな。オッケー打点へ行く。さあ勝ったんじゃないですか。何、あ、そっかそっか、2回あるんだ。潜った。待ってね。はい、砂の主ね。どこ行くかな。いた。砂の主。そこが貴様の隠し場所か。あ、ようやく追いついた。それと、主を見つけたみたいだな。あいつが同心の主。あれって、ポケモンなのか？なんか食って一段の元気になってそうだな。それと、踏ん張りどころだぜ。でけえよな、ほんと。つば打ち、この辺で捕まえたスゴビラン、ピリッとホットに活躍してくれ。初めて見たスゴビラン。素晴らしい、いいぞ怖い顔。それだけでぐっと戦いやすくなる。葉っぱカット、地面格闘、岩格闘かな、地面格闘か。うん、いいじゃん。うちのグラードンは回復できるんですよ。どんまいどんまい。他にもポケモン持ってんのかな。一回回復しとくか。オッケー、効かないね。さあつば打ち行こう。さあラストの翼で打つで勝敗を決めようじゃないか。さらばだ、偉大な牙、偉大だったぜ。ま、俺には及ばねえけどな。ちゃんと経験値入るのいいね。うっ、それと、お疲れちゃんだぜ。あいつ、主っていうか、マジで何だったんだ？でも、どっかで見たことあるような。ドンファンだもんな。ゲットできたりはしねえのかな？あいつが食ってた秘伝のスパイスは、この中にあるはずだ。
ちゃ、ちゃか、調査しようぜ。次何かな？空飛ぼうしいな。前と同じなら、今回もしかして。ん？おっ。やっぱりシュンク！ちゃんつけるの好きだな、お前。これ何？酸味が強いとか、かな？ほんとになった。間違いなくスパイスだぜ。スパスパイス。やっぱ酸味なんだ。裏返っちゃった、これ。うわっとぜ！ありがとうよ、ソルト。何々？本によると、需要競争、栄養がいっぱい詰まってる。疲れた心と体によく効いて、みるみるうちに回復するんだと。こいつも料理して食べさせる。よし、それと、飯だ、飯！早速準備すっぞ！うわぁ、ずりゃ、ほりゃぁ！お待ちどさん、俺特製、気まぐれスパイス、たっぷりサンドだ。感謝の気持ちの、ネシバッチも添えて、な。いいじゃん。はい、いつものね。だが、またかよ。まあ、あげるんですけどね。お？俺でも言ってるつもりか？余分に作っといて正解だつ。ペーパー！賢い。頑張って手伝ってくれるソウルトのためなんだからな。絶対にコライドのためなんかじゃないぞ。ツンデレだ。お、来た。格好やった！ようやく飛べるじゃん！最高！なんか、また成長したんか？やっぱ、秘伝のスパイスの効果っては、絶大だな。そうでなくちゃ困るけどよ。お前、やめろ。ソルド、それはお前のじゃない。あ、こいつのポケモン用なんだね。あ、すまん、大声出して。ソルドにはちゃんと話しとくべきかもな。出てこい。何このポケモン。こいつはマフィティフ。俺の相棒さ。こいつをなんか直すためみたいな感じなのかな。弱ってんのかな。さ、元気になるサンドイッチだぞ。ほら、ゆっくり食べろよ。少しずつでいい。ゆっくり、ゆっくり噛むんだぞ。こいつ、しばらく前にちょっと大怪我しちまってさ。それ以来、ずっと具合悪くて。ポケモンセンターは？普通の怪我や病気じゃないんだと？俺にとって大事なのは、こいつ。マフィティフだけなんだ。どんなことしても、絶対治してやるって。ネットや本で治療法をたくさん調べて、あらかた試してきた。どれもあんま効果なくて、諦めかけた、そんな時。秘伝のスパイスの存在にたどり着いたってわけだ。その本は？母ちゃんの研究室で見つけたんだ。おぉ、深まると EV。エリアゼロに食べれば、たちまち元気になる不思議な植物を発見し、秘伝スパイスの名付けた。持ち帰り、パルディア各地で育てようとしたが、育成途中でスパイスと周囲のポケモンが食べてしまい、強大に成長したこれを主ポケモンと呼ぶ。なるほどね。嘘みたいな話ばっか書いてある。誰も信じないオカルトモンさ。けど俺は本当だと思ってる。この本によれば、遺伝スパイスを5つ全部食うと、
どんな怪我も病気も治るらしい。冷え切った。実際前のスパイスを食べたら、冷え切ったマフィフの手足がちょっと暖かくなったんだぜ。優しいやつだな。あ、食べ終わってか。お、立ち上がりそうな。お、マフィス、お前これって目見えてんのか。やったやったな。ずっとさ、目も開けなくって、お、すっげー心配で。よかった、本当によかった。ケロ、目がつぶらすぎて開いてるのかわかんねえ。スパイスの力ってすげえ。やっぱ本物だよ。俺絶対にマフティスを昔みたいに元気な姿にしてやるんだ。そういうわけだからさ、スパイス探しは残り3つ、一緒に頑張ろうな。うわー、頑張りてえなー。マフティスの元気な姿見てえな。ハローすると、こちらオーリム。トライドンがまた一つ本来の力を取り戻したようだな。ライド状態でジャンプ中 B ボタン滑空が可能になったようだ。なるほどね。引き続きコライドンよろしく頼んだよ。最高じゃん。